どうも赤星せよ赤星マシマシTV、はい、おっ始めます。はい、ラーメン豚山、うん、平塚店です。平塚、この間平塚市まで行ってまいりましたが、うん、なぜ豚山さんで平塚まで行ったのか、うん、ね、後ほど見ていきますが、はい、一応ね、もう本当に平塚駅のすぐ近くにあるんですね、うんうん、1分ぐらいで去っていきます。何口かはちょっと調べてください。何口か、まあ、1分なんですね。そうなんです、出口次第では。いや、私この日ですね、はい、平塚の涙橋さんというお店に行こうとしたんですが、はいはい、ちょっとラストオーダー終わってしまい、あら、涙を文字通り流してしまったんで、大泣きして豚山さんに助けを求めました。ジョーね、ジョーの、関係ないんですが、なんと豚山さんの隣は、うん、銀豚というですね、焼き豚屋さんということで、豚の町でしたね。そうですよ、豚ダブルということですね。銀豚ということですね。あのメニューはね、はい、こういった感じで、まあ同じなんですけども、うん、今ね、右上にこう味噌山っていう限定トッピングをやってたりもします、うん、これは多分どこの豚山でもやってますが、なるほど、うん、今回は、うん、あ、ね、うん、豚が並んでいて豚ダブルだったんで、はい、うん、大豚ダブルを、大豚ダブル、はい、選択したら、うん、あ、これで、はい、来ました。大豚ダブル、野菜増し、肉増し、油増し、カラカラ、平塚限定チーズというものなんですが、ね、これね、あのちょっとチーズに隠れてますが、まず豚が 1,2,3,4,5,6,7,8 枚入ってます。アコーディオンみたいな、ね、アコーディオンギュルルルといきますが、まあね、あとね、あれというね、はい、はい、あのツイッターを見ると、うん、その日のあれが変わる、あれが変わります、はい、で、平塚店のトッピングね、今のところ4つありますね、はい、よーく見てください。で、豚山さんのね、ツイッターでね、更新されてる、公式の方のツイッターで更新されてますので、これはよーくチェックしてください。なるほど。じゃあ、今日のあれは何かなと。あれ何かなということで。行きましょう。うん。いや、一番中でもでかいですね。でかいですよ。ね、これが、ギチギチ豚なんですね。うん、結構ギチ豚ですが、これまではね、豚山さん、僕、4店舗行ってるんですね。うん、はいはい、その中でも、一番ギチでしたね。はあ、幡ヶ谷だけ僕撮影してません。あ、なるほど。個人的に行きました、幡ヶ谷。中でもギチなんですね。はい、中でも一番ギチでした。さあ、そしてもう3枚目ですよ、うん、ね、しっかりスープに浸ったやつをもう黒胡椒でいただきます、うん、まあ、8枚のね、うん、あの豚の食べ方ってまだ研究が進んでませんから。まあ確かに ね、 ね、どうやって食ったらいいのか。まだ5枚あんだもんな。そうですね、こうやって黒胡椒で食べたりしてもいいし、4枚目、うん、あ、なんとここ黒と白があるんで、白胡椒でこうパンチ、ね、マイルドパンチでこれを食べたりで、うん、波のようにね、次々と食べる、うん、平塚食い、ね、命名いたしました、ね、平塚食いです。えい、さあ、そしておスープ参ります、はい、あ、ちょっともうあれがね、あれがね、上に浮いちゃってますけども、うん、非乳化です。えい、これで、ね、うん、甘い甘い。あ、なるほど。いや、これ甘さというのはね、うん、僕あんまり意識したことなかったんですが、うん、豚山さんってね、うん、結構甘めで作ってるみたいなんですね。あ、はいはい、だけどちょっと平塚が一番甘かったかなっていうのは、思いました、少し。はい、個人的にはですね、はい、甘しょっぱい味というのはかなり好きなんで、はいはいはい、もうポタポタ焼きとかね。あ、もう日本人ですね、なんか。え、ね、日本人らしい、とてもいい。一応好きですよ。はい、あ、そして油もね、ちょっとこの歌舞伎揚げみたいな、でかさ、日本人ですね。日本人だね。プルってて。日本人かな。まあ、油は、あれですけども、歌舞伎揚げとかの例えがね、はいはい、日本的でしたか。あ、お野菜は平均的なシャキです。あ、そして、豚山さんの野菜というのは、事前にね、こう、グラム数が分かってるんですね。少なめ150の標準が300、はい、野菜。コールだと、まあ、450、うん、マシマシで600です。なるほど。はい、で豚が8枚あると、まだまだ野菜とね、組み合わせて、食べられますね。これがまだ8枚あるところのメリットですね。デメリットになってました、ね、あ、デメリットになって修正しておきます。はい、はい、麺ですが、はい、125、250、375ということで、麺増し、台を麺増しした場合は500になりますね、はい、なるほど、ね、125刻みで。そうです、はい、はい、で、安定の5枚目、ここに来てですね、うん、あれが、はいはい、カリカリと麺に絡んで、あれですね、非常に美味しい、うん、ちなみにですね、豚山さんのあれっていうのはね、うん、その店舗のマスターの好みが反映されてるということで、あ、だから本店とか裏の支配者が、うん、これだよって
ってるわけじゃないです。なるほど、決めれるんだ。マスターがこう店舗の独自性がちょっと出る。ちょっと出るみたいですね。なるほど、はい。あ、そしてチーズ、これも平塚限定トッピングですが、うん、あの後半まであんまり溶けにくいチーズなんでね、僕はこういった方が嬉しいですけど、ね、粉チーズだとスープに溶けやすい、うんうん、スライスだとチーズの味を楽しみやすいという一緒に食べるとね。そう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 ですね、うん、さあおにんにくですね、まあ、この時点でねフライドガーリックで先にあのにんにくのジャブ効かせてるんで、まあ、香ばしさはもう楽しんでますが、はいはい、こちらはセーフティーニンニクです。まだ、あ、辛くないってことですね。辛くないです。はい。はい、あ、まあ、せっかくなんでね、うん、この豚、ニンニク豚にしてもまあ良かったんですが。あ、もう豚食ったんですか。いや、もう1枚しかないんで。あ、なるほど、ね。取っておいてあります。へい。あ、ということで、そっぱレベルは4。なるほど。4ですね。たっぷりかけますが。スープは甘いんですけど、うん、返しはそこまで。僕はね、醤油だったかもしれないですね。いや、返しです。返しですか。これだけは返しでした。さすがに。こればっかりは。はい。で、まあ、序盤にね、豚何枚も食ってると、口の中豚なってるんで。豚なってますね。はい。あの、返しでね、口を調整していきたい。ね。で、甘みあるスープ、卓上返しでね、うん、あの、しょっぱスープへとこう、味変していくっていうのも結構楽しいです。なるほどね。ね、甘さを、まあ、決して違うスープになるみたいな。うんうん、です。あ、お酢。あ、ここでお酢ですね。ファイナルビネガー、もうそういう時間帯ですよ。さっぱりと。さっぱりと食べていきますが、結構ね、豚が胃に来てますけども、うん、ここで。よく残してましたね、これを。ビネガーコーティング。なかなかね、やっぱ、空量増えてますね、本当に。あ、私どもですか。いるよ、これ。いやまあ確かにね、一番最後にでもね、食べたくて。はい。ただ、終わりじゃありません。ファイナルキャベツのシーンがあったんで、うさぎのごとく。食べます。なぜならうさぎ年だからです。あ、そうなんですね。私。そうだったんだ。来年かな？あの、そら、そうですね。来年です。はい。というわけで、晩年豚年の私。豚年 89.583。イノシシが担ってるのかな？来年だけうさぎになりますからね。あ、ということで、今回はですね、こたつの上の板を取ったらくぼみができたので寝てる猫です。ああ、そうだね。四角のね。四角のとこ。ありますね。というわけでね、はい、平塚なんですけども、湘南エリア、うん、ちょっとね、今後暑いんで、かなり。あ、そう。今ね、すごく暑いんですよ。ん？大きなお店が来てるんで。大きなお店、はい、コストコより？コストコ、あの、ギュッと凝縮させたデカさではある。そういうお店でね。近々また僕は、はい、神奈川のこの湘南エリアにまた行くんで、何度か。はい。今後ちょっと神奈川エリアにご期待くださいって。なるほど。今回は豚山さん、平塚です。はい。グッチ！Thank you.